すげえなー。あっち向いてもこ、ちょっと焦りすぎなあ。そうそう、俺たち戦闘は。オペレーターのヒルダだ。これより終了任務を開始する。まず視界の確保を行う。周囲を見回してみろ。どうした相棒、ぐるっと見回してみようぜ。よろしい、問題ないようだな。次は移動方法を確認する。指定の位置まで移動しろ。移動も問題ないな。次はジャンプ方法の確認を行う。目の前にブロックが見えるな。飛び越えてみろ。よろしい。では次に攻撃方法の確認を行う。仮想標的を転送する。装備している武器で攻撃しろ。よし、思い切りぶちかましてやろうぜ。フォトンアーツの確認だ。仮想標的を転送する。決めます、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 決めます。続けてジャストアタックの確認を行う。決めます。仮想標的を破壊しろ。ジャストアタックに成功すれば普通の攻撃よりも威力が増すんだってさ。フォトンアーツやテクニックでも有効みたいだから積極的に狙ってみようぜ。よろしい、その感覚を忘れるなよ。ではいよいよ実戦訓練を開始する。先へ進め。お、ありゃ原生種か。元気だなって、どう見ても仲良くしましょうって雰囲気が見えよな。これ決めます。やるしかないみたいだぞ。決めます、決めます。エネミーの出現を確認した。敵の攻撃を回避することも忘れるな。エネミーの討伐を確認した。よくやった。先へ進め。決めます。
方法についても確認しておく。HP がゼロになると戦闘不能になる。早めの回復を忘れるな。それでは終了任務の仕上げだ。奥に進め。Emergency! Call! Duel! 討伐目標のロックベアだ。これまでの技術を駆使し討伐しろ。敵の動きを読み弱点を叩け。大きな攻撃の後には隙が生じる。そこを狙うのが基本だ。みんなでかいやつといきなり戦うのかよ。アイモン、俺は援護に回る。前衛は頼んだぜ。武器には応用的な使用方法がある。好きなように試してみるといい。頭部だ。動きをよく見て、大きな攻撃後の隙に頭部に攻撃を叩き込め。大振りの攻撃を近くで避ければ隙ができるんじゃないか。こいつ引きつけて回避してみようぜ。成果だ。この様子ならばアークスとして問題なくやっていけるだろう。それでは帰還するため回収ポイントまで移動する。次のエリアへ向かえ。なんだ？管制よりアークス学院へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令。フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令。空間侵食を観測。出現します。 おい相棒、あれ。何もないところから真っ黒い奴らが現れた。ラーカー出現を観測。空間許容限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるラーカーへの限界令が下されました。こいつらがラーカー。アークスの敵で宇宙の敵で全てを食らい尽くすもの。なんでだよ。どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。いや、恐ろしいぐらいドンピシャ。なんかあった時のために控えておいて正解だったぜ。救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。安心してる暇はないぜ。さあ、回収ポイントはこの先だ。突っ切るぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほら、お前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。おい、相棒。わかったよ、わかりました。やるしかないって言いたいんだろ。お前、初陣にしては肝は据わってるな。
なかなか見どころあるぜ。だって、あ、いや、ちょっと失礼、その顔どっかで見たことあるような。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。それじゃあ行くぜルーキーども、きちんとついてこいよ。今の武器は自分に合ってるか。いろんな種類の武器を試して好みを見つけるといいぜ。最終ポイントはこの先だ。もう一踏ん張りだぞ。なんで終了任務からこんなことに。
しよく耐えたな。こっちも準備完了だ。奥の手行くぜ。お前さんたちが踏ん張ってくれたおかげだ。さん、周辺の安全を。はい、おか…おいおい、俺…改めて、俺はゼノって言うんだ。こっち…よろしくね。あと、うるさくない…あ、俺…アフィ…こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで…いいんだよ、細かいこと。さっき出てきたのがダーク…まあ、変な夢抱いたままじゃなくて…ちょっとゼノ、少しは考えてよ。そんなおもんばかったとこだったら早めにし、ほらほら、そんなし、はい、そう、それ、その悔しさを忘れ、かっこいいこと言ってるように。おい、こら、エコーバラす。格言を勝手に作らないの。お前の遅刻癖は、うるさいゼノ。ほらほら、そこのルーキー君二人組も